ファールンゴン創始者李光氏先生の文章「なぜ人類はいるのか」は発表から3ヶ月たった今もなお社会に大きな衝撃を与え続けています南カリフォルニアの政治評論家各受人誌氏は李先生の文章についてストレートで分かりやすい言葉で世界を善に導き腐敗した社会情勢を正していると感嘆しました 南カリフォルニアの政治評論家であるカク氏は戦争や疫病流行など混乱する世界情勢を前に李光紫氏の文章「なぜ人類はいるのか」に啓発されたと語りましたその上で人類にととってて先生の導きは必要であると話しています今日の社会がどのように発展すべきか実は李先生は方向性を指し示してくれているように思います 善良であることは実は正しいのです良い行いを心がけましょうそうすれば必ず相応の報いがあるはずです各紙は李先生の文章は端的で分かりやすく人がこの世に来た目的について深く理解することができたと語っています私たちはいろいろな苦難に遭遇し前世で合力を作ったから根性では良い行いをします すべて来世に影響するのです良いことをすれば善の報い悪いことをすれば悪の報いがありますこのような概念がないあるいは信じていない人は自分の人生の方向性を把握するのがとても難しく数々の欲望や誘惑に駆られることになるでしょう李先生の文章は欲解、四季界、無色界という宇宙の三階の概念を示しているだけでなく 創世主の真の存在についても明らかにしました李先生は全体の枠組みから方向性を示しています欲界、四季界、無色界とある中で私たち一般の人は多くが欲界にいるのです私たちは決意を固めなければなりませんそうでないと混沌とした世の中に従うと生きていて苦痛な毎日に感じるでしょう 世界の動向は一種の放物線のようだと思います上向きになったり下降したりそしてその手綱を引いている人がいるのでしょう創世主のもとにはたくさんの神がいて私の理解では頂点に創世主がいてそのもとに多くの宗教指導者がいる長い間世界が混沌としていたら流れを変えるものが現れたのでしょうそして今がその時であると私は思います また、李先生が心・善・忍の教えをもとに、ファールンゴン学習者を前導して心身を修練させていることにも関心を示しています。これは非常に高い水準のことです。李先生がこのように多くの高水準の人々を導いているということは、李先生の水準はさらに高いものであるはずです。そうは心から生じる、という言葉がありますが、 李先生のお顔もまさにそうです威厳の中にある優しく柔和なお顔立ちまさに李先生の修養が外見に現れています各紙は混沌とした世界において人間社会が伝統的な道に戻る必要性を指摘した李先生に感謝し人々に常に善意と美徳を持ち来世のために徳を積むことを激励しました NTD ジャパンがお伝えしました